さあ皆さんこんにちは、ダイアログフォーピープルのフォトジャーナリストの安田なつきです、そして私早稲田大学韓国学研究所のキム・ギョンムクです。はい、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあこのシリーズ早稲田大学韓国学研究所そして私たちダイアログフォーピープル共催で進めてまいりました。カルチャーから知る朝鮮半島のこと、この動画配信を通して朝鮮半島の人々あるいはカルチャーのことをもっと、心の距離を縮めていこうということで、文化カルチャーを切り口に、動画配信を進めてきました。特に今新型コロナウイルスの影響で朝鮮半島とそして日本の行き来が物理的に難しくなっているということもあってますます文化を通しての、心の交流というものが不可欠になってくるのではないかと感じています。で随分いろんなシリーズを重ねてきましたけれども、今回は第5回目ですね。もうということであっという間ですね。あっという間ですね。今回は映画ちょっと北朝鮮まで行ってくる県から見える人々の姿ということで、映画を切り口に進めていきたいと考えております。後ほどまた映画だったり、その映画の中で描かれていることというのは、それぞれの方にお話を伺っていきたいと思っているんですけれども、いわゆる帰国事業というものを通して、北朝鮮に渡ったお姉様と58年ぶりに再会を果たす妹の林恵子さん、そして息子の林正義さんが訪朝する過程を追ったドキュメンタリーです。今回は実際に現地を訪れて何を感じたのかということを映画の主人公と言っていいですよね。林恵子さんそして同行された次男の正義さんそしてこの映画の監督を務められた島田陽馬監督、このお三方を迎えて進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、改めてよろしくお願いいたします。さあ冒頭で少し本当にこう概要だけ私からお話をしていきましたけれども改めて今回このシリーズの中で取り組んでいく映画ちょっと北朝鮮まで行ってくる件どういったことを描かれている映画なのかそして撮影しようというふうになったきっかけはどういったことだったのかということをまず、島田監督から伺いますでしょうか。はい、分かりました。今回は本当にお招きいただいてありがとうございます。監督を今回務めました島田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ご紹介いただいた映画ですね、今、まあ、この中ではあるんですが予想以上にお客さんに来ていただいて、うん、大変ありがたく思ってます。そうですね、皮切りが東京都、東中野にあるポレポレ東中野という映画館。そうですね、ですよね。はい、私も実はトークでご一緒させていただきましたけれども、連日満席が続きっていう、ギョンムクさんが行かれた日もかなり座席埋まってた日ですね。私も日曜日、9月の日曜日にお伺いしましたけれども満席でした。続々と反響が集まってきているということで、その反響自体もまた伺いたいと思うんですけれども、改めてその映画はどういうものなのかということを伺いますか。そうですね、ものすごく簡単に言うとですね、日本と北朝鮮にその58年間生き別れたままになっていた林恵子さん中本愛子さんの姉妹が再会するという物語なんですけども、これ決して再会して終わりというわけではなくて、帰国してからその恵子さんたちがその日本で取られる行動とかそれに対するその周囲日本社会の反応とかそういうものも描いてまして決してそのあってめでたしめでたしの話では、なくてですね、もう少しちょっとこう重層的な話といいますか、もう少しちょっとこう日本社会の構造であったりとか日本人妻を通して見えてくる今の社会の在り方みたいのが見えてくるような作品に したいと思って作らせていただきました。はい、ここで一旦の画面共有をして映画のチラシ皆さんから見えているでしょうか。概要今島田監督からお話をいただいたと思うんですけれども玄木さんに改めて伺いたいと思うんですが、はい、そもそもお姉様である中本愛子さんが北朝鮮に渡るというふうになった帰国事業というものがありますよね。でどういった事業だったのかということを改めて伺えますか。
はい、簡単に説明をさせていただきます。1945年、日本の敗戦が敗戦した時に、朝鮮半島から来た日本にいた人々は200万人ぐらいいました。そして140万人が朝鮮半島に帰ったんですけど、70万人が在日朝鮮人のスタートラインなんですね。で、この在日朝鮮人の人々のほとんどの人々は朝鮮半島南部、今の韓国出身の人々でありました。けれども南北が分断して北を支持する、南を支持するっていう体制の競争がある中で、1959年から1984年までおよそ9万3000人前後の方々が北朝鮮に帰国するっていう事業を帰国事業と呼びます。しかし出身地の地域でいうと慶尚南道であったりチェジュ島だったり、韓国、今の韓国の部分の人々なんですけれども、そういう意味で帰国とはいえ実際ふるさとは南にあったっていう若干のねじれっていうのが一つあります。で、その9万3000人の方々の中におよそ6700から800人ぐらいの日本人妻と国籍が日本と言ってもいい子ども、未成年の子どもたちが一緒に朝鮮半島の北部の北朝鮮に渡ったっていう経緯があります。で、韓国ではこの事業をかなり反対して、北宋事業という形で反対してたんですけれども、日本からしても北朝鮮側からしても国家の建設、そして日本からすれば、外国人が国に帰ってくれるっていうことで人道事業っていう名目ではありましたけれども、実際厄介者払いっていうような側面もなきもあらずだったっていうことが一般的な理解であります。そうですね、行目さんがおっしゃった通り、その時代背景をこう考えていくと、特にこう差別だったり、あるいはその搾取というものがこう重層的に降りかかってしまっている中で、いわゆる在日コリアンである方々にとっては、例えば生活保護の率が非常にこう高かったりですとか、貧困率が高いという、そういった社会背景もあったかと思います。私自身 の祖父母もその時代を生きてきたので、あの時岐路に立たされてどんなことを感じていただろうかということを考えながらこの映画を見させてもらったんですね。で、改めて島田さん、この映画をそもそもじゃあ撮影しようというふうに思われたきっかけというのはどういったことだったんでしょう。まずですね、このテーマ自体は実は同じテーマで 4、5 回ほど過去にテレビ番組で放送してきたことがありまして、もともとはもう少し遡りますと、映画にも登場したフォトジャーナリストの伊藤隆さんという方がですね、30年近くにわたって北朝鮮の取材を続けて出してですね、私はそれを、4、5 年ぐらい前からディレクターという立場でお手伝いするような形で、関わらせていただくようになってたんですけども、ただ実際これまでいくつか番組を放送する中でですね、私自身がもう編集をしたんですけども、やっぱりどうしてもそのテレビ的なストーリーとして、作ろうとすると、悲劇の姉妹、58年ぶりの再会みたいな、どちらかというとそのシンプルといいますか、ステレオタイプな描き方になってしまうことが多いもんですから、これはもうその今で言えば別として、そのテレビメディアの宿命として、最大公約数の人たちに届けるということもあって、私自身が編集でそういうふうな作り方をしたんですけども、実際作っててですね、もう少しその愛子さん、北朝鮮にいる愛子さんにしても、日本の妹の恵子さんにしても、非常にもっとその悲劇だけではくくれない、こう喜怒哀楽に富んだ非常に豊かな人生を歩んで、もちろん苦労もありながらですけども、歩んで出したりしてましたので、もう少しその、テレビドキュメンタリーで削ぎ落としてしまった部分を足していったりしながら、もう少しちょっとお二人の人生を立体的に描けないかなというような思いで、今回ちょっと追加取材もしながら映画化をさせていただきました。おっしゃった通り、それぞれのこう人間性だったりですとか、あるいは実際に現地に渡航した時のこう温度感だったりですとか、映画だからこそそこに厚みを持たせたり、あるいはその立体的に描けたというところがあったんではないかなというふうに私も思うんですね。で、改めて先ほど京木さんがおっしゃったように、
この帰国事業、まあ、帰国といってもおっしゃったように、その元々の出身地ではないけれども、朝鮮半島にこう帰っていくという、こう意味でのその帰国ですね。その中で、その、まあ、妻として、共にこう北へとこう渡っていった女性たちのうちの一人が、林恵子さんのお姉様である中本愛子さんだったということで、ここで写真も出ますかね。はい、ちょっとここで写真を皆さんに見ていただいていますけれども、どうでしょう、右に写っているのが恵子さん、そして左に写っているのが愛子さんだと思うんですけれども、恵子さん、やっぱりそれぞれにこうして昔の写真ですけれども面影あると思うんですが、これ恵子さんが何歳ぐらいの時ですかね。これは多分4歳前後かなと思いますね。4歳ですね。やっぱりこう、はい。はい。そうですね。目元に、それぞれ面影が残っているなというふうに思うんですけれども、やっぱり、はい。やっぱかわいいですね、これ。本当になんか、かわいい写真を撮ってもらったなと思ってますね。やっぱり年の離れた姉妹だったと思うんですけれども、でご自身が幼い時にすでに愛子さんが渡航するということになったわけですよね。でやっぱり、共に過ごした時間の記憶というのは映画の中でもこう描かれていたと思うんですが、あると思うんですよね。どんなことを改めてこうした写真をこうご覧になると思い出されますか。この写真はなんか家族で撮ったってだからちょっと記憶は残ってますけど、なんかもう、記憶の中ではもう姉は近くにいなかったので、県またいで福岡に行ったので、なかなか一緒にこう生活するっていうの記憶はないんですよね。だから、写真だけ見て、いや、なんかこんなして、しっかり撮っていただいてるっていうのが、なんか姉の、思いは、強いなと思ってですね、当時は家族写真って難しい時代じゃないかなと思ったんですよね。全員で揃って撮る写真というのはですね、確かに、だからすごく貴重な写真を撮っていったなというのは感心しますね。今本当に、おそらく、それぞれ例えば愛子さんも働かれていたりですとか、隣の後見にいたりということで、とても忙しく過ごされていて、なかなか一緒にいられる時間というのはなかったと思うんですけれど、その後やはり海を隔てて物理的にこう会うということが叶わなくなっていくわけですよね。ちょっとこれからこう映画をご覧になる方々もいらっしゃるので、ちょっとあまりこう詳細は語りすぎずに行きたいとは思うんですけれども、はい、ただやはりどうしてもこう、手紙のやり取りをしていると、いろんなこう思いが巡って、その後やっぱり疎遠になってしまって、こう連絡が途絶えてしまう期間が続いてしまったということですよね。ええ、確かに。やっぱり年が20歳も離れてると、やっぱどうしてもなんか感覚的に兄弟っていう意味がなくて、やっぱお母さんみたいな存在ですよね。だから、なんか会えないのが、普段から会えてなかったので、そんな、あるいは気持ちはもうそんなに、思い出ってなかったですもんね、あんまり。なるほど。正義さん、いかがでしょう。こうして一緒にこの映画の中では現地に北朝鮮に一緒にこう渡るわけなんですけれども、その前にその恵子さんから愛子さんのお話を何か聞かれた記憶というのはありましたか。そうですね、映画の中でも語ってるんですけども、やっぱり自分たち5人兄弟いてですね、うっすらとこうもう認知はしてたんですね。弟とも話してても、なんか北朝鮮におばがいるって話は聞いてたよねっていう話はしててですね。で、その記憶としてもおぼろげなんですね、自分としてもですね。で、その当時はやっぱり、怖い国に、おばがいるんだっていう、なんかそういった強烈な気持ちだけは残ってたんですね。なので、ずっと察して、家族もですね、こう、必死にみんなで働きながら頑張ってる中で、
やっぱりその愛子おばさんのことだったり北朝鮮のことを考えてたかって言われると、やっぱりこう生活に追われて全く考えてなかったっていうなのいうところが事実っていうか正直なところですね。実際にその渡航されたりですとか、その愛子さんのその再会にこう同行するという前に、本当にこうおぼろげにこう怖い国という印象を持っていたということが、おそらく、はい、こうしたことを考える上でとても大切な鍵になってくる点だと思うんですよね。はい、で実際にその愛子さんのこう消息がいろんなこう縁が巡って分かっていって、でじゃあその再会をするためにこう実際に現地に渡ろうというふうになった時に、おそらくこうご家族の中でもいろんなこう議論があったでしょうし、恵子さんの中でもこういろんなこう葛藤があったと思うんですけれども、恵子さん改めてその渡航前のこう心境、映画の中でも少し語られていたと思うんですけれども、振り返ってみていかがですか？ご家族の反対なんかがどんな言葉があったのかということも深めて伺えますか？まずはその北朝鮮に行けるということがまずもう不思議、どうして行けるっていうようなところから始まったので、じゃあどうしようかって、でも私の中ではもう聞いた時にはもう決まってたんですよ。気持ちは行く、もう会いたいっていうのがもう先に来たので、気持ちは固まってたんですよね、その瞬間に。で、そしてそのじゃあそれからじゃあお金どうしようかとか、仕事はどのようにして休もうかとか、で一番問題はその子供たちが、やっぱりいろんな面でこう話をして、やっぱりいろんな反対するものと、まあ興味があってね、まあ行こうかっていうことと、まあ頑張って行っておいでとかいうような意見が様々あって、その反対する量もすごくわかるんですよね。そんな問題ごと大きなね、そういったところに行ったら、後々問題はね、簡単に考えちゃダメよって、後々いろんな問題が起きたら、どう責任を持っていけるとか、なんかそういったことを言われると、はたっとやっぱり、ああ、難しいかなとか、一瞬ちょっと、考えるっていうところがあったんですけど、でも、どっちにしても、もう気持ちの中に固まってたので、行く方向で、私はもう行こうという気持ちがいろいろあったりして、で、いろんな環境が、まあ、偶然でもいろいろ変わってですね、で、その一番反対してた、長男が賛成をしてくれて、後押しをしてくれたんですよね。まあいろんな思いは映画の中にいろいろあってますけど、あまり深く話できないのが残念ですけど。なるほど。まあはい。はい、ご長男が賛成をしたということもそうですし、あとやはりこう正義さんがこう一緒に来られたというのが、私は映画を見ていてもこの旅でとても大きなことだったんだろうなということも思ったんですね。正義さん、多分ご家族の中でもこういろんな議論もあり、でご自身の中でもおそらくいろんなこう大丈夫なのかなってい こう不安、やっぱりこう知らないところに行くっていう時のこう不安ですよね、があったと思うんですけれども、はい、なぜやっぱりこう同行しようというふうに思ったのか、そのあたりはいかがですか？もうまずやっぱり大きかったのはですね、やっぱり58年ぶりにこう会えるとかですね、その現実味がやっぱり島田さんの話も聞いたり、伊藤さんが撮られた映像とかも見ると、なんかどんどん現実味がこう熱量がこう出てきたっていうかですね、やっぱりそれの時間の経過とともに、やっぱり母も行きたいいうところで、なんか自然にですね、いや、もう本当に そこは会うべきだっていうことは思ったんですね。と、そこが一番思ったところと、あとプラスですね、やっぱり自分のこう、小さい時は北朝鮮に対して怖い国かなっていうこともあったけれども、やっぱりこう、家族がいる北朝鮮に、こう、興味関心がすごく爆発したっていうのが正直なところですね。正義さんが先ほど来持っておっしゃっているその漠然とこう怖い国って思ったことがあるってすごくこう大事なことだと思っていて、私もこう自分自身のこう父親が在日コリアンであるという こうルーツを知るまで、これはこう北南に限らず、やはりこう隣国に対してまあ、ニュースの中でもこういろんなこうニュアンスで日本のニュース伝えるわけですよね。こう中には例えばその偏見だったりこう差別をこう助長するような報道なんかもあって、でもやっぱりそれに自然とこうなんていうんでしょう、こう流されてしまっていた自分っていたなというふうに振り返りました。なのでやっぱりその
日本にいながらやっぱりこう情報が断片的に入ってきてこう作られてきたものと実際にこう現地に行かれたこうギャップなんかもあると思うのでそのあたり伺っていきたいと思うんですけれども、あの魚目さんどうでしょう、あのお二方のこう渡航に至るまでのこう春巡といいますかこう葛藤みたいなものって映画の中でもこう描かれていると思うんですが、改めてあの聞かれてみていかがですか。はい、そうですね、あのまずあの島田監督がこうやって映画化してくださったっていうことは在日コリアンが帰国事業をストーリー化するっていう例はフィクションでもドキュメンタリーでも初めてではないと思いますが、日本人妻の形でこうやって映画化されたっていうのは私が知る限りではもしかしたら初めてではないかっていうような気がして、それがすごく大きなあの意義をこの映画自体が持っているっていうことだと思うんですね。で、あのそれが在日コリアンであろうが日本人の家族であろうが、その北朝鮮に家族がいる、そして会いに行ってみるっていうことは今のお話の中にもあったようにかなりの葛藤があったと思います。家族内の葛藤もあれば地域社会において周囲の目っていうこともまた気にせざるを得ないっていう空気感があっただろう。でその上でやはり会ってみたいってい こう熱量がっていうお話がありましたけども、その気持ちが何よりもとても素晴らしい、自然といえば自然なんですけども、その部分がやはりヒューマン物語だなっていうふうにあの感じたところでもありますので、このアプローチっていうのが本当にあのとても意義深い一つの事例なんだろうなっていうふうに思いながら伺ってました。あのそのやっぱり熱量をどう形にしていくのかということがあの取り手としてあの問われてくるところだと思うんですけれども、ただやっぱり島田さんのやはりこう、私たちもこう海外に取材に行くとこういろんな政治体制の国があっていろんなこう制限がかかってくるということをあの経験したことがあります。でどれぐらいこう、まあ、取材をしていいのだろうか、どれぐらいやっぱりこう取れるんだろうかということだったり、あの事前にこういろんなやっぱりこうあの島田さんご自身の中でもあの考えを巡らせていたところはあったと思うんですけれど、いかがでしょう。そうですね、あの、まあ、まずですね、あの現場に行く前にさっきおっしゃってたようにこうあの、まあ、まずそもそもあの向こうに行くという決断を、まあ、あの恵子さんと正義さんがしたのは僕自身もすごく驚きだったんですけども、あの、まあ、あのさっき恵子さん なんとなくあっさりはおっしゃってましたが、あの、まあ、他のインタビューではかなりやっぱりこう年が離れてる分非常に憧れの存在だったと、あの愛子さんがですね、あの、まあ、綺麗で頭も良くてっていうふうにおっしゃってましたけど、あのでそれに関してあのまさにさっきあの玄牧先生おっしゃってたみたいになかなか情報入ってこないので心に蓋をしてたというようなことをあのおっしゃってたんですね、うん、あの今回映画では使わなかったんですけども、あのずっと気にはなりながらもあのどうせ情報も入ってこない、あので出てくるのは、まあ、非常にこうイメージ的なあの、まあ、あの悪いイメージのまあ映像ばかりだと。でそこでちょっとずっと心に蓋をしてたというふうにおっしゃってたので、あの、まあ、実際行けるんですよというお話をした時にやっぱりもうその恵子さんご自身がだいぶ気持ちが揺れ動いたといいますか、あの、うん、あのそういうちょっと我々も感じたので、あの、まあ、その辺ぜひ一緒に行きませんかというような、形でちょっと、まあ、お誘いはしたんですね。なるほど。やっぱりこうずっとあの恵子さんの今のあの言葉を借りるとすれば蓋をしていたものを少しずつこう開けていく、であの姉妹のこう止まってしまったこう時間が少しずつまた時計の針が動いていく、あのそういったこう過程をこう記録されたんだなというふうに思うんですけれど、あの実際にあの今日はすでにあの先ほどね、あの幼い頃の恵子さんとそしてあの若い頃のこう愛子さんの写真見ていただきましたけれども、映画であのシーンの写真をいくつかあのお借りしましたので改めてあのここで見ていきたいと思います。まずこちらがこれはあの、愛子さんにそうですよね、はい、あの再会するまでの平壌ですよね。そうですね、キム・イルソン広場ですね、はい、で恵子さんが iPad を持って普通の観光客のように撮影をしてる覚えてらっしゃいますか恵子さん。いやもう撮られてることは分かりませんでしたよもう夢中で撮ってましたのでそうですよね、あのあそろそろとか撮るなんて、なんとなくここだけ見ると普通の観光地に行って iPad で写真撮ってるみたいな、なんかそんな
感じが面白いなと思って、ちょっと私が後ろから撮影をしてたんですけども、そうですね、まあ、ここの広場だったりですとか、あとは、まあ、室内屋内プールだったりですとか、飲食店だったり、いろんな、まあ、日常のこうシーンがここで入ってきますよね。こうまずその降り立ちます、初めてのこう北朝鮮っていうことで、この平壌の街を二方ご覧になったと思うんですけれども、どうでしょう、こう特にこう印象的だったり、こう逆にこう自分の今までこう持っていたイメージとのこうギャップで驚いたことなんかもあったと思うんですけれども、恵子さん、正義さん、いかがですか、こう振り返ってみて。いやー、やっぱり道の国という印象があるので、やっぱりもうワクワクしながらも緊張がとにかく大変で、1回目はもう緊張緊張で、でまたもう風景を見ながら、まあ、車の中から映したりなんかして、もう物珍しさは多分一緒と思うんですけど、とにかくみんなもうとにかく撮ってしまえというような、写真を撮ろうという感じの感じで、よくいっぱい撮りましたよ、動画も撮ったし、で特に興味があったのは、その皆さんの人間模様、どういった感じで皆さんこうね、動いて、その家族連れでどういったところでとか、あとはどういった服装でとか、やっぱそういったところは撮りましたよね。なんかだから本当物珍さでいっぱい撮りましたね。正義さんはいかがですか、こう印象的だった一番最初のこう印象ですね、はい、やっぱりそうですね、まあ、空港に降り立った時はまだ感じではなかったんですけど、やっぱり平壌に入ってこう向こうの家族連れ の姿を見たりとかですね、川沿いでちょうど若いカップルが結婚式を挙げてて、それをまあ自分たちも祝福して見させてもらったりですね、いろんなやっぱりそこに北朝鮮に住む人たちの姿を見たときに、本当にこう先ほど話したこう子供の時から描いてたこう怖い国北朝鮮っていうのがこう吹っ飛んだっていうかですね、そこは本当にそこの暮らしてる人たちを見ることによって、そこがすぐ気づけたっていうのは大きな、経験だったですね、冷麺は美味しかったですか。私すごい映画を見てからずっと気になってたんですけど、まあ、結構有名なお店らしいですね、うん、あ、そうなんですね、なんか日本、あ、そうですか、うん、なんか私はやっぱりこう冷麺っていうと、私の夫が盛岡の出身ですので、盛岡でこう食べる冷麺をこうどうしても一番最初にこう想像してしまうんですけれども、うんうんうん、どんな感じの食感なんでしょう。なかなかそう、映画でこう食のこう味までは伝わってこないのが非常にこうもどかしいところですけれど、なんか原を結構ですね、日本の盛岡冷麺だったり、うん、まあもうですね、結構美味しく仕上がってると思うんですけども、やっぱり本場の平壌はですね、結構こうしっかりもちもちしてるっていうかですね、細いけどこうしっかりと歯ごたえがあって、食べ応えがあるっていうかですね。ハムン冷麺も食べたんですけど、はい、平壌はそういった感じで、ハムンはですね、さらにこう、もちもちして、こう、紙切るのに力がいるっていう、表現が正しいかなっていうぐらいですね、違いはあって、でもどちらも平壌もハムンも、冷麺はとても美味しかったですね。あれ、見えるのかと思う。ハムのはね。ハムのね。あれ、私はなんかハサミで切ったんですよね。麺が長すぎて。だからその走りすくって、ちょっと食べれないので、ハサミで切りながら食べたんです。あ、なるほど。ハム冷麺。私はね。地域によってまた違うと思うんですけれども、私神戸で在日コリアンの方で、平壌にルーツがある方々が開いている冷麺のお店があるんですね。でそこはやっぱりこう長い麺で、お祝い事なんか特にやっぱりこう子どもの誕生日なんかの時にこう長生きするように、川のようにこう長生きしますようにっていうことで願いを込めるという話を聞いたことがありました。よもくさん、この平壌のシーンで何か印象に残られているところっていうのはありますか。シーンもそうなんですけれども、プロセスの中でこうどういう気持ちだったのかなということを一つ伺ってみたいんですね。というのは、平壌についてから恵子さんが愛子さんにお会いするまでに若干の時間的なこうタームがあるように
映画では伺いたんですけども、その時のこう早く会いたいのに、例えばいろいろとこう巡礼の地っていうところ表敬訪問をしないといけないっていうのが、あの北朝鮮を訪問すると必ずあると思うんですけども、その時のこうときめきとちょっとした焦りっていうのがどうだったのかなっていうことをこう私は想像してみたっていうことと、まあ、冷麺の話においても平壌冷麺とかハムン冷麺とかいろいろある中で、まあ、やはり食を通してそこには普通の人々がまた暮らしているんだっていうところを、あの林さんたちが感じられたっていうことが、まあ、日本社会でどうやって伝わっていくのかっていうことが今後必要になるのかなっていうふうに思いながら伺ってました。いかがでしょう、平壌のシーンから映画も始まっていくと思うんですけれども、その現地に実際に渡ってからその時のこう早く再会したいけれど、でもやっぱり平壌でもこう見たいものがあるという、こういろんなこう感情が混じっていたんじゃないかなと思うんですが、振り返ってみていかがですか。私はどっちかといったらやっぱり地方の風景とか、やっぱ現地で来ているそのアイコネさん の状況とか、それを知りたかったんですよね。うん、だから平壌はまあ首都であるし、まあ一応観光客のような感じの、なんかちょっとまあさっき見たように人の動きとかその状況を見て、そして地方に行ったらどのように違うのかなとか、それがまあ一番興味があって、まあ、風景も向こうのハムの方も撮らせていただいたんですけど、若干やっぱ違うとこがあったりとかですね、なんかそれがすごく学べて、もう自分の目で見たのがなんかすごく良かったですよね。なるほど。これからその平壌からハムン、その愛子さんが生活をされているところまでこう移動していこうという過程になっていくと思うんですけれども、島田さん、撮影されていてのちょっと実感も伺ってみたいんですが、例えばその車の中から撮影しているシーンもありますし、こうやって街中とかお店に入るシーンなんかもあると思うんですけれども、そのどの程度撮ることはできるのか、逆にこうどんなところでここはちょっと控えてくださいというふうに言われるのか、そのあたりは撮影されていていかがでしたか。そうですね、まず初めにその撮ってはいけないものとして、その軍人とか軍事施設ですとか、あとはまあ、工事現場とか、そういうものはちょっといくつか指定はされるんですけども、あとは車から降りられる場所というのは非常に限られていますね。平壌市内でしたら、例えばこういうキムイルソン広場ですとか、首都思想塔ですとか、車から降りてこう撮影できる場所というのが、いろいろちょっとこちらもリクエストして、まあ、向こうの方も、まあ、思ったより柔軟に対応していただいたりはしたんですけども、やっぱりどうしてもその行ける場所というのがまず非常に限られているというのは一つありました。ただ車の中からはですね、かなり自由に撮れまして、この後そのハムンに行ったりするんですけども、ハムンに行く間普段そのいわゆるテレビニュースでは見ないような農道を歩いている農家の方とか、自転車乗ってる方とかですね、牛車引いてる人とか、非常にこう素朴な、あまり見ないような、平壌ではあまり見ないようなその素朴な風景とかなんかはありましたので、そういったちょっと、なるべく自然な様子を撮りたいなと思ってたので、僕はなるべくそのハムンまで、平壌からだいたい車で5、6時間なんですけども、そのうち3、4時間ぐらいずっとこうファインダー覗きながらちょっと撮っててですね、急に人が現れて、なんとなくこう自然な様子が撮れないかななんて思って撮ったりはしてたんですが、あまりにもちょっと長回ししてたので、向こうの人にはちょっといつまで撮ってるんですかみたいな感じでちょっと怪しまれたりはしましたが、一応ちょっとそのこちらとの意図をちゃんと伝えて、なるべくそのやっぱり日本で放送すると何でもかんでもやっぱりどうしてもやらせだみたいなことをちょっと言われてしまうことが多かったものですから、その突然出くわす人も含めてですけど、なるべく自然な仕草とか自然な様子を撮りたいなと思って、長回ししているので、ちょっと許してくれみたいなことを言って、ちょっと理解してもらったりとか、そういうようなこうやり取りを続けてましたね。なるほど。これも車から撮ったシーンですかね。これがもうハムンに移動されて、はい、そうですね、ハムンの中心部の映像ですね。
やっぱりこういう何気ないあの街中のシーンがあのとても映画の中であの鍵になってくるものなのかなと思うんですけれども、樹木さん改めてこういう車窓からのこうシーンだったりですとか日常がこう垣間見えるシーンというのはあの見ていていかがですか？そうですね、あのこういうシーンというのは最近で言えば韓国ドラマの中でも例えばの話愛の不時着でもこのようなこうシーンが出てくるので、かつてはキミルソン親子の写真を見るだけでも写すだけでも韓国では法律に抵触するみたいな時代がありましたけれども、今では自然と触れるようになってきたっていう南北の関係、まあ、緊張と和解の繰り返しが続いておりますが、そういう状況になってきました。他方むしろ最近21世紀になってからは日本の方でこういう、こう北朝鮮の像に対して、ある意味でこう疑い深い目線で見すぎている部分っていうのが逆にこう気になる部分っていうのがあるかもしれません。でそういう意味でこう一つ一つの自転車にしても自動車にしても人々の姿にしても、あるいはあの社会主義的なこうプロパガンダ、あるいはいろんなメッセージのポスターとか広告っていうのをどのように読み取っていくのか、あるいはどのように受け入れていくのかっていうことが今後私たちが相互理解して和解を模索していく上でとても大切なメッセージになっていくのではないかなというふうに思いながら、こういうシーンが生活面においてとても大切だなということをお伝えしたいと思います。あのおっしゃる通りその、まあ、人々のこう生活もちろんその全てがあの撮影できるわけではないにしても、やっぱりどうしてもこうニュースの中ですとこう国と国という、 こう大きな主語になってしまうので、やはりここであのまあ、日常生活が垣間見える、あるいはその一人一人のこう声があるということがあの映画の一つの意義でもあるのかなというふうにあの思います。で実際にこのハムンにこう移動してきました。でおそらくあの恵子さんとしてはあの愛子さんが生活しているこう場そのものをこう見たいなという、 こうご希望があったとは思うんですけれども、あのその自宅ではなくてその保養施設のようなところであの今回は再会の場を設けますというふうに説明をこれは受けているシーンですかね。そうですね、あのやっぱりその再会するとなった時にあのご自身としては生活の場を見てみたいなというお気持ちが強かったということですかね当初は。もちろんですよね、やっぱりその部屋の作りとかあと家族構成から見てそのどういった部屋の作りとか、あとはやっぱりね生活感を見たかったんですよね。やっぱりどういったふうな感じで料理を作るのかなとか、あのだからその一日の中にのあれを部屋を通して説明ね聞きながらあの聞きたかったなというのは残念で仕方がないですね、行けなかったのが。正義さんはこの時のやり取りあのご覧になってみていかがでしたか？はい、そうですね、自分もですねこの後とかにもしっかりお願いはしてみたんですけども、やっぱり皆さん言うのはやっぱり工事中だからっていうところの話で、なのでそれだけじゃ納得いかなかったので、家族だけでこう話す機会の時にもう聞いたんですね、その辺もですね。ただやっぱりこう地域全体でこう古いものはちょっと取り壊してこう工事に入ってる、新しくあのしていってるっていう話は教えてくれてですね。で、そういったのがこう完成地域のこう建物も完成したら順次こうあの部屋が割り当ててこう住めるんだよっていうのは聞いてですね。そこでまあ少しは納得したんですけど、やっぱりあの暮らしのその現場に行きたいっていうのは今も強くあるので、やっぱり3回目に行った時はそこは本当に強くお願いするところかなとは考えています。やはりこう暮らしのその場そのものをこう見ることができなかったということは今おっしゃったようにこう心残りだったと思うんですけれども、やはりそれでもあの映画を見させてもらったあの一人としてこの58年ぶりのこう姉妹のこう再会のシーンっていうのはあの何度見てもやっぱりこう心があの揺さぶられる一瞬だなというふうにあの思います。あの実際にこう番をから愛子さんがこう降りてきて、で車椅子に乗って、でお互いにこう歩み寄っていって再会をしたというのがあの今、ご覧いただいているシーンですけれども、あの恵子さんこの瞬間って本当にこう言葉にならない感情があのたくさん溢れてきたあの瞬間だったと思うんですけれども、改めて振り返ってみていかがですか？あの
結構ですね、その前の日は結構冷静に眠れたんですよね。ああ、そうなんですね。興奮することもなく、それ前島田さんからかなんか聞かれたんですけど、いたって大丈夫っていうか、うん、だったんですけど、実際にこのまあ車見えて、やっぱりなんかほらもう結構もうありえないっていうことでしょ。まさか会えると思ってなかったので、やっぱり目の前にも今から降りてくるんだと思った瞬間にもう一応一回後ろ向いたんですよね。もう見れなくて、うん、で、まあ、ついついもうなんかもう抑えきれなくて、もう本当会うもう抱き合う前からもう私ずっと泣きっぱなしで行動してましたね、実際に。なかなかその辺の状況は案外、愛子姉さんの方が少し冷静だったのかなって、やっぱりお姉さんっていう気品を出しててですね。だからなんか、その辺の思いがもう本当子供がだだっこねた感じの、なんか、泣いた、なんかちょっと気恥ずかしい思いをしたんですけど、もうあれは本当に、やっぱり泣くのはあれはすごいなって、自分ながら驚いてるんですよ。すごい泣き方したなと思って、そうですね、もうだって愛子さんのこう姿が見えた瞬間にこうってこう感極まっている感じがありましたよね。この時にお二人のこう再会ということはもちろんなんですけれども、愛子さんはお孫さんと一緒に来られていましたよね、うんうん、で恵子さんはその正義さんと一緒だということで、ご家族同士のこう初対面のこう場でもあってだと思うんですね、うん、改めてその正義さんはこの時のこう気持ちだったりこう、はい、感情って振り返ってみていかがでしたか。そうですね、やっぱり一番印象に残ってたのがですね、やっぱりこう、まあ、映画でも描かれてるんですけど、すごくチャーミングなことを愛子おばさんがこう言うんですね。最初はこう、うん、涙でこう二人は抱き合って大泣きをして下を向いてとか言葉を交わしてたっていうとこですけど、まあ、その後にはチャーミングなことをおっしゃってて、なんかそれを見たときにですね、自分も涙が引っ込んじゃってですね、すごくその58年っていう時間がなんか帳消しになるぐらい、わあ、島へに戻ってるなっていう印象だったんですね。そこが本当に今でもとても強烈に記憶に残ってますし、とてもこう、感動したし幸せな時間だったなっていうのは今も刻まれてますね。確かにおっしゃるようにちょっとクスッとなるようなこうちっちゃなこう冗談をこう、ね、愛子さんこう挟み込んできますよね。なんかそんなところにこう人間性が現れるなと思うんですけれども、行目さん、このシーン、おそらくこう映画をご覧になった方々それぞれ忘れがたいシーンじゃないかなというふうに思うんですが、いかがですか。はい、先ほどの正義さんのお話から少しこうつながってくるんですけども、私も映画を見ながら本当に家で会えたら、あるいは家で会いたかったっていう気持ちはすごくよく理解できるんですよね。で、このシチュエーションを映画でご覧になる方々は、やはりどこかで、疑い深い何かの演出が大きく影響してるんじゃないかっていうような感情を抱かれても仕方ない部分であるかもしれません。それは私には実際のところは十分わからないんですけれども、でも日本人妻の方々の暮らしをこうフォローされている、取材されている他のジャーナリストたちの記録とかを見る限り、必ずしもすごく劣悪な環境に住まれている方ばかりではないということを考えると、これに実際のこうご自宅の姿をまだ確認取れてないからといって、あまり過度の不安の想像力を働かせる必要ももしかしたらないかもしれないということが、ちょっと思いながら感じているところでもあります。それは愛子さんのその笑顔の表情、そしてお孫さんやどこかピクニックに行ってですね、いろんなこれは政治的な話、これは政治的な話じゃないみたいなその会話の場面があったと思いますけれども、さまざまな表情を見る限りでも同じ人間がいて、またまあ、もちろん豊かさっていう部分では日本の方が豊かであることは確かですけれども、必ずしもですね、本当にこう生きることで精一杯だけの暮らしでしかないのかっていうと、そうとも限らない場面やいろんな表情っていうのがこの映画を通して伺えるっていうことが私の印象でもありました。そうですね、今行目さんがおっしゃったように、 この後街中をこう車で回っていって
て、で、まあ、あの要所要所でこう車を降りたりですとか、あとはあのご自宅にこうみんなで一緒に行けないっていうこうことがあるので、まあ、じゃあビーチに行って、なんでしょうね、こうシートを引いてちょっとしたこうバーベキューみたいなあのことをこうみんなで楽しもうかっていうこうシーンがあったり、あの限られたあの環境の中ですけれども、あのご家族の時間がこの後進んでいくことになります。で、あのおそらくあの島田さん、あのすごくこうたくさんのこうシーンでカメラを回されていて、で映画の中でこう入れ込めたこと、あるいはそのもう入れ込みきれなかったけれどこう印象に残っていることっていうのもこうたくさんあると思うんですけれども、振り返ってみていかがですか？そうですね、まあ、あの僕もちょっと相当しつこくですね、逆の立場だったら嫌だろうなと思うぐらいカメラ回しましたのでそれをこうどういうふうに使っていくかというか、まあ、僕と一緒にちょっと編集をしていただいた前島さんという非常に優秀な編集マンのおかげもあってなんですが、まあ、かなりちょっと悩ましいところはありまして、ただちょっと心がけたのはですね、なるべくそのいわゆるテレビ的な編集じゃない編集の仕方、うん、テレビですと例えばまあ、これちょっと冒頭の部分ですけど、まあ、初めにそのフォトジャーナリストの伊藤さんが日本人女性たちに会いに行く場面、エレベーターの中乗り込むような場面、ずっとちょっと長回しなんか使ってるんですが、あれなんかも、まあ、例えばそのテレビ的な編集ですと、まあ、車降りました、エレベーター乗り込みました、会いましたみたいな感じでポンポンポンとこう、まあ、意味短いシンプルな意味だけでつないでいくことが多いですけども、ああいう、まあ、エレベーターの長回しの場面、まあ、これちょっと半分こう内容について触れちゃうことになるんですが、ずっとこう乗ってるところで向こうの役人の人がカメラの方を見てちょっと気まずそうになんかニヤって笑ったりするんですよね、はい、ありましたね。なんかああいうところにちょっと素が出るのかなっていうところですかね。そうなんですね、ああいうこうたまたま知り合いと偶然エレベーター乗り合わせて長時間いない一緒の狭い空間にいるような状態だとちょっとなんとなく照れくさくせですね、あんな風にちょっと手で笑いするなっていうのはおそらくバンコク共通の人間の振る舞いというか、うん、仕草なのかななんて思ったりもしまして、なるべくちょっとまあ取材場所も制限もあって限られている分ですね、なるべくちょっと、まあ、私自身もそんなに偉そうに言える立場だったりその、知識があるわけではないんですが、なるべくその向こうの生の空気感を、まあ、伝えることで、まあ、向こうの人のなんとなくその人となりだったりとか仕草なんかをちょっと分かって、感じていただければなみたいな編集はちょっと心がけたりはしましたね。なるほど。ああいうやっぱりこう細かな所作にこういろんなこう意図だったりこうメッセージが監督なりにこう込められているのかなというふうにも思うんですけれども、恵子さん、正義さんはおそらく映画の中でこう描かれているのって本当にこう大切なシーンそれぞれだと思うんですけれども、一方でやっぱりここに入れ込みきれなかったこうシーンの中で印象に残っていることってそれぞれにあるんじゃないかなというふうに思うんですが、振り返ってみていかがですか？もうとにかく島田さんのね行動っていうのはもう本当感心することばかりで、ようこんなところ取り入れて映画にしてるなとか、あとはもう一つ逆に言えば、いやここはちょっと映してほしいって言ったところもあったんですよ。はい。で、はい。で、それはなんかやっぱり1回目行った時と2回目行った時との緊張感がちょっと2回目はほぐれて、日本人妻の方もやっぱりすごくほぐれて、本当に日常的な動きが垣間見るとかいっぱいあったんですよね。うん。1回目はもうもちろんお互いに緊張してますので、で2回目そのビーチの方に行くときに、その日本人妻の方も一緒に同席してですね、車の中で。で、せっかくたまたま私の隣にいましたの日本人妻の方が座られて、で、もう常にもう本当明るく笑いが出るぐらいしてまして、自分の我が家の家の状況、家の作りとか、まあいろいろ質問したりしたので、もうちゃんと的確に教えていただいて、すごく笑顔はね、1回目と違ってもう満面の笑顔がいっぱい出たんですよ。まあ、ここはちょっと映してって、私はせっかくこうやってね、一生懸命ほぐして楽しくやってるのに、島田さん気がついて早くここを映してって言いたくなるぐらい
でもそこはちょっとたまたま、島田さん、島田さんの実のところを取っておられたりはしたと思うんですけど、やっぱそういったところの、はい、持っていき方が、すごい、こういったところをこうやって取り入れてやってるんだなと思うと、すごくなんかもう、やっぱり島田さんの、この、持っていき方、自然体を捉えてるのがすごく良くてですね。で、陰ではそんなして、いや、もうちょっとこういうところ、取ってほしいなっていうところは、その、今の話でありましたね。今の、声聞いて、声を受けて島田さんいかがですか。そうですね、やっぱり明らかにですね、まあ、外国人なかなかその外国人が入らない地域に、まあ、言ってみれば、まあ、敵性国の人間なわけですよね。その朝鮮戦争まだ終わってませんから、言ってみればまだ戦時下という認識で彼らは過ごしてますし、認識というか、まあ、客観的な状況がそうなんですけども、そういう状況の中でその、まあ、いわゆる敵性国にあたる人、私みたいな人間がカメラぶら下げて、行くと、それは相当初め身構えるわけですよね。当然何を聞かれるかと、仮に同じ日本人だとしてもやっぱり非常にそういう取材を受けるということ自体は皆さん慣れてませんので、でそれはやっぱり先ほど申し上げたような感じで、もうできるだけこうもうずっと長回しして、ちょっとさっき恵子さんおっしゃってたようなちょっと自然なやり取りは取り残せ、取りこぼしたりなんかしましたけど、まあ狙ったりするように心がけたのと、あとそのまあ当然そのカメラ回ってないところではさっき恵子さんおっしゃってたみたいな、もうちょっとこう温和な表情とか柔らかい表情とかで、恵子さんとか正義さんと交流したりもされてましたんで、まあ、その辺なんかはやっぱり伝えたいところだったかなとは思うんですね。どうしてもその北朝鮮という国を舞台にしていると、まあ、かなり日本で特殊な見方をされる国ですので、まあ、国家とそこに暮らしている人がもう半ば一体視されててですね、なんかそれこそ血が通っている人間がいないんじゃないかとか、自分たちともう全然違う人間が暮らしているんじゃないかみたいな、イメージを抱いている方がもう非常に多いんですけども、実際それの北朝鮮政府の政策を支持する支持しないとは全く別としてですね、そこに本当に我々と同じような生身の人間が普通に生きてるんだよっていうのはなんとなくちょっとところどころ垣間見えるような感じにしたいなと思いながらは撮ってましたね。今のとても大切な点だと思っていて、その国家とその、まあ、人々をこうどうしてもこう大きな括りでこう一体し重ねがちだということから、何かこう偏見だったりですとか、あるいはその、まあ、何か日本の国内でもその在日コリアンに対するその差別というのは、そういったところにこう端を発してしまうところというのはあると思うんですけれども、やはりこう実際に行ってこう人と人とがやっぱりこう血を通わせると、また違った側面が見えてくると思うんですが、正義さんは現地でいろんな交流だったりですとか、こういろんなこう街中をご覧になって、でおそらく映画にこう映り込みきれていないところでもこう印象に残っているところたくさんあると思うんですね。そのあたりはいかがですか。そうですね、でもちょっと映ってたのかな、やっぱり2回目の訪朝した時ですね、大きな目的として、まあ孫の関数ですね、長男の結婚式に参加したんですね、でその時にやっぱり招待した愛子おばさんもすごくずっと泣いて、本当に感謝の気持ちでこうこの時間を過ごしてるなだなというのも気づきましたし、何よりもですね、自分とか母のスピーチだったり、こう交流を結婚式の時間で交流する中で、そのカンスの、まあ、職場の方だったり地域の方とか、まあ、70名近く入りきれないぐらい来ていただいたんですけど、その方たち一人一人のこう目線だったり表情もこちらとしては見てたんですけど、本当にですね、こうなんていうかな、冷たい目線がなくてですね、本当になんかニコニコして、みんなも目尻が下がって、本当に日本から来たこの2人を本当に心優しく迎え入れてくれるっていうのが本当に伝わった結婚式だったんですね。なので、はい、そこがすごく感動したし、何よりやっぱりまた行きたいって思えるこう時間を過ごせたっていうのは、愛子おばさんにもですね、日本の家族として
言ったことも大きなことですけども、自分たちもそういう親族の、朝鮮の親族の人たちとこう、時間を過ごせたっていうのはとても良かった時間だったなって、今振り返っても思いますね。朝芽さんも前おっしゃってましたけど、買い物行った時に、たまたま、それは撮影はできないとこだったんですけど、店から出てきたら、わーっとこう、周りの人に取り囲まれたというか、要はその非常に好奇心たっぷりな感じで皆さん近づいてきたみたいなことをおっしゃってたんですけど、私自身もその別の現場ですが取材している時に、おそらくそこのある施設の取材だったんですが、その施設の広報の人とかではない人がずっとくっついてきてですね、なんかいろんなこと質問してくるんですよね。日本にもこういうものあるかとか、日本ではどういうふうに作ってるんだとか、でさっき正義さんおっしゃってたその結婚式に参加されてた現地の方たちなんかもそうなんですけども、向こうの方は向こうの方で我々好奇心を持ってくれてるようなところがありまして、私ちょっとその辺が一番感動したといいますか、お互い好奇心を持つっていうのが多分一番人と人との距離を縮める上で非常に大事な気持ちというか欲求というか、だと思いましたので、向こうの人たちが自分たちにも興味持ってくれてるっていうのがものすごくなんか新鮮で逆に感動しましたね。今好奇心っていう言葉を使われましたけれども、その好奇心はこの映画に関心を持っているたくさんの日本のオーディエンス、そして潜在的な方々も同じ状況だと思うんですね。で今いろいろとこう満席の状態っていうことで映画がたくさんの人々に伝わるっていうことは私たちはとてもこう嬉しいことなんですけれども、それは国家の視点があって、一人一人の個々人の視点があって、政治的なメッセージがある場合と政治的なメッセージをなるべく取り除いた人間物語っていう、こういくつかのこう軸っていうことで分けられると思います。で私たちはこの映画をもう見てますし、こういう意図をちゃんと分かっているから、監督や林さんたちがこういう形で映画をこう作られるっていうことはよくわかるんですけども、満席になる会場の中にはいろいろな思惑でこう期待されてくる方もいたり、あるいは期待外れの映画だったなっていうふうに思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。この部分、日本の中でのこう反響っていうことについては、もう島田さん、そして林さんたちはどのように思われているのか率直にちょっと伺ってみたいです。いいですか、私で。はい。なんか、想像以上、やっぱりこの実際になんか、結構反響が良かったなっていうのが正直な感想です。で、やっぱりちょっと気恥ずかしい話ですけど、私とかその愛子姉さんの姉妹のなんかやりとりとか、なんかすごく奇妙に、なんか面白おかしく、なんか自然に話してるんだけど、側から見たら面白いとか、本当に58年ぶりに会った、会ってんのに、つい2、3日前に会った姉妹のような、なんかそういったなんか感じの親しさっていうか、なんかあって、特に姉妹のあり方が良かったとか、なんか情景がなんかすごく面白かったとかですね、なんかあんまりいい話をいっぱい聞くので、いやー、これってすごいなって、やっぱり影響がすごいなって、私はまあ別に自然体でやってるんだけどっていうような感じ、だからそれでなんかいい反響だったのがすごく嬉しかったですね。本当にこう58年ぶりなのかしらっていう、こうやり取りのこう積み重ねがやっぱりそこに捉えられていたなというふうに私も思いましたね。はい、正義さんはいかがですか。そうですね、映画でも映し出されてたんですけど、ちょうど訪朝2回住んでですね、やっぱり朝鮮の日本人妻の方だったり、新井さんですね、残留日本人の方たちの思いをしっかりと受け止めて、帰国して日本の家族の人たちに会いに行くっていう流れだったんですけども、やっぱりその映画にも映し出されてますけども、やっぱりそれぞれの家族の思いがあるっていうところで、自分たちも
思いがある中で、やっぱり顔と名前を出してツイッターを始める、うん、少しでも一人でも多くの方に知っていただくっていうためにツイッターを始めたんですけども、最初のツイッター始めた当初はですね、やっぱり自己責任論とか、最近もですね、ジャーナリストの、戦地に行くジャーナリストの方たちの話で取り出されてましたけども、やっぱその自己責任論っていうのはやっぱりネットの中でもツイッターでも言われ続けてたんですね、うん、でもですね、思った自分もそういった誹謗中傷を覚悟した上でもやらせていただいたんですけども、結構そんなに来ることはなくてですね、映画の反響もそうですけども、プラスにこう捉えてくれる方がとても多くてですね、で本当に寄り添っていただいて、こう実際に自分たちのために行動していただくっていう方もとても増えてですね、それがとても決断して、大きく決断してこう行動に移してよかったなっていうところではありますね、うんうん、おっしゃる通り、私もやっぱりこうそんなの自己責任じゃないかっていう言葉が次々にこうツイッター経由でこう届いていくというシーンが非常にこう、まあ、心に刻まれているシーンでもあるんですよね。どうしても日本の中ですとそれが自業自得であるかのようなこうニュアンスを持ってしまって、ね、そこにやっぱりこう人の血の通っている人間がそこにいるんだっていうことをついついこう忘れがちになってしまう。でもやっぱり人を描くということにこう特にやっぱりこう島田さんがこう力点を置かれたからこそのこう、まあ、反響なのかなという気もするんですが、島田さんのところには何かどういった反響が届いていますか？そうですね、まず来てくださる方、普段はですね、こういったミニシアターはシニア層の方が多いんですけども、でもちろんシニア層の方も多くいらっしゃっていただいていてですね、それに加えて土日なんかは予想以上にその若い方、20代30代の方が多いなというような印象を持ってまして、で当然その日朝の問題ですとか朝鮮半島の歴史に興味があるという方もいらっしゃれば、あとはもう単純にですね、政治的な視点は脇に置いておいて、普遍的な人間ドラマ、家族のドラマとして、見てくださるような方も多くてですね、その辺は非常にいろんな見方があるんだなということで、私もいろいろ気づかされる、ようなところがありますね。おそらく最初におっしゃってくださったそのなぜ映画にしたのかということにもこう通じれると思うんですけれども、このシリーズやっぱりこうカルチャーとい う, こう切り口で今回5回目でこう続けてきているんですね。でやはりこう人間を伝えたい、そこにやっぱりこう血の通っている人間が生きているということを伝えたいという思いがこの映画にも込められていると思うんですけれど、改めてその映画という こうカルチャーだからこそこう発信できること、描かれること、描くことができることということ、この間島田さんもお考えになるところがあったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？そうですね、今回ほどその映像で伝えられてよかったなと思うことはなかったですね。というのは初め申し上げたように、そのやれること、撮影できること、取材できること限られてますので、それをじゃあ文字情報で伝えようというふうにした場合に情報量とした自体としては非常に少ないわけですね。ところがさっき申し上げたようなそのエレベーターの場面ですとか、いろんな場面を向こうの空気感をなるべくその映像として伝えることで、もともとその映像の魅力自体がですね、解釈の幅が広いことかなというふうに思ってもいるんですね。でこれはその、小説とか他の文化全般にも言えることだと思うんですけども、見た人がどういうふうに捉えるかということの自由度が高くて、北朝鮮は先ほど申し上げたようにその取材の制限も多いですし、情報が少ないと、だから私自身も何かをこう偉そうにですね、断定的に言うことができないもんですから、なるべくその長回しのカットを使ったりとか、そういう向こうの空気感を伝えるという意味では、その映像とか映画っていうのは非常に有効な手段だったんじゃないかなというような気はしてます。はい、実はあっという間にですね、もうすぐ7時半って、もういつまででもちょっとお話を聞いていたくなってしまうぐらいの
皆さんそれぞれの声をお話をしていただいたんですけれども、今やっぱりこう島田さんがおっしゃったことすごく大事だと思っていて、何かをこう断定的にこう投げるということではなくて、私にはこう世界はこう見える、あなたはどう思いますかっていうふうにこう投げかけるって、すごくこう大事なことだと思うんですよね。で、特に私以前に正義さんとお話をした時に、そのどんな方々にこうじゃあ投げかけたいかということを考えたときに、やはり次世代に届けたいんだということをおっしゃってくださったと思うんですよね。で、はい、お二方から最後に伺えたらと思うんですけれども、特にそのこの映画を通して次世代にこう伝えたいことってどういうことなのかということをこう恵子さん、正義さん、それぞれ伺えますか。私は今の現状、日本人妻という方が今いらっしゃるということをまずしていただきたいというのが一つのスタートなんですよね。だから残念ながら私の周りにはそういった知ってる方がほぼあまりいなくて、それって何ですかということの質問があって、それから帰国事業の話から持っていくんですよね。だから、もともとは無関心の方が多いので、その、日本人妻が今現在、実際いらっしゃるんだということところを、この映画があってすごく助かってるんですけど、皆様にも目に触れて映画を見ていただいて、いや、今でもこういった方がいらっしゃるんだというところの、状況が今後持っていってるので、あとはもうその年齢別、もう知り合いの方がもうたくさんお見えになって見ていただいていますけど、やっぱり次の世代に今後どのように持っていくかっていうのは息子がいろいろから聞いてますので、それを期待していきたいなと思ってます。まず知るってやっぱり、はい、その扉を開いてくれるのが今回の映画ですよね、おそらく。正義さんはいかがですか。そうですね、この映画をきっかけに一人でも多くの方に知っていただくっていうのが叶ってきてるかなという実感としてはあるんですね。で、自分たちの世代、あと孫の世代だったりって考えた時にですね、自分としてはやっぱり朝鮮に家族がいる身としてはですね、やっぱり日朝国交正常化はとても大きな枠組みとしては外せない枠組みになってくるっていうのは考えていてですね、で、やっぱり政治家の方や日本政府、朝鮮側の、方もそうだと思うんですけども、やっぱり国と国との問題は、政治の外交の力でやっていただくっていうのは当然かと思うんですが、そこの時間軸ばっかしでこう囚われることじゃなくてですね、やっぱりこう人的交流だったり、人と人との交流っていうのは、どういった時代においてもやっぱりとても意義があるし、やっていくべきというのは自分はこの今回の事前の流れを通して強く実感しているところでもありますので、やっぱりそこを実現していくためにはですね、若い世代の方にもこういう問題があるっていうことは知っていただいて、少しでも理解が進んで興味関心につながってこう行動につながるこう一助になれたらいいのかなっても思うので、自分がこう知的好奇心でこう行動できたように、若い世代にもですね、こうまず知っていただいて、興味関心からこう朝鮮のことも知りたい、どんな国なんだろうっていうのをこう行動でこう動いていただけるような活動にしていきたいなと思っています。今正義さんからその人と人との生きた交流をこう絶やさないってい う, こう投げかけもありましたけれども、今日は本当にこう三方から大切な投げかけをたくさんいただきましたが、京木さんいかがでしたか。話聞かれて、はい、先ほどから次の世代に伝えたい、そして次の世代が知ってほしいという言葉がありました。まずは映画を見るチャンスを私も次の世代と日頃付き合ってますので増やしていきたい、そして今日の動画をまた見ていただきたい、その上で3人のゲストの方々と対話をする場を作ってみたいっていう具体的なビジョンが見えてきましたので、これから数ヶ月の間にですね、また直接お会いして若い世代と声を伝えたり声を聞いたりっていう場を持っていただける形で努力したいと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、やっぱりこれからのこう交流でたくさんのこう輪がキョンボクさんからも皆さんからもこう広がっていくと思うんですけれども、今政治と政治の関係ということだけにとどまらず、新型コロナウイルスの影響でいろんなこう国同士のこう交流が途絶えてしまっている状況だと思うんですよね。でこの映画が公開された時点では国際郵便のこうやり取りもこう難しい、非常にこう難しいということで、彩子さんが今どこでどうしていらっしゃるのかということ自体がつかめない状況というのが続いているかと思います。それでもやはりもう一度こう先ほどおっしゃったように現地を訪れて再会を果たしたいというお気持ち、非常にお二方も島田さんもおそらく強く持っていらっしゃると思うので、この動画配信はもちろん、この後の旅もぜひ皆さんと一緒にこう見ていきたいなというふうに思います。今後ともまたぜひこれからのこともお話伺わせていただければと思います。今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。